アヒル人狼クースクースダーク。まず役職、一つ、ドード、釣られたら勝ちの人です。ファルコン、キル能力を持って、全員を殺したら勝てるという第三勢力でございます、ファルコン。でその次が、自警団員。これはグース側の役職、クルーメイト側の役職で誰でもキルすることができますが、一回だけキルができて誰をキルしたか分かんないっていう役職ですね。政治家、同票だった場合に生き残ることができる。このマップがね、なんかジェイル、監獄があるマップみたいなんですよね。そこに閉じ込められるっていうギミックがあるらしい。例えば3票3票っていう風に投票されると2人が投獄されたりするんでしょうけど、そこを政治家は免れることができるんでしょう。ダックとブースですね、両方にあるのが恋人ですね。恋人同士は、片方がキルされると片方も死ぬっていうようなやつですね、恋人は、ダック側になる可能性もあるし、グース側になる可能性もあるので、グース側2人で恋人の場合はキルされないように逃げ回って、ダック側とクルー側で、それぞれ恋人になった場合はダックと共闘しながら、なんとか生き残ろうとしているグースを見つけ出して一緒にグース側を葬ろうっていう感じになります。爆弾魔、爆弾を誰かに押し付けて爆発したら死ぬっていうような支援キルができる、役職を入れております。で爆弾がねつくとチッ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 ってなるから、それが聞こえてきたら危ないですっていう感じですね。今カチッチッチッ聞こえた気がしたけど、え、いや、さすがにあれも20秒キルクーラーあるはずやからまだ仕掛けられないはず、さすがに。なんだ、確かに確かに爆弾欲しい。爆弾大丈夫大丈夫、持ってんの誰か誰か、爆弾ください。そうです感じだよ、そんな全然出ないんだけど、声は絶対爆弾渡されるんじゃん。爆弾欲しい、爆弾欲しい。はい、あーちちちちちちちやばい、誰誰誰来るな、誰落ち着くな、誰誰だ、どこ誰だ、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 上爆弾、上爆弾、上に爆弾、爆弾の人いる。あ、やばい、なんか降りてきたぞ、こっち来んな。いやでもチッチ言ってない、いやここじゃない、魔王神原だ。あ、爆発した、爆発した、誰か死んだ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 、マジで。あたさこだ、かわいそう。またボムで死んだのかな。ボンって音が聞こえたので、押しました。で、魔王は絶対違うのは証言できます。うんうん、あと爆弾渡す練習して、あ、パーティーちゃん、パーティーちゃんがいる、パーティーちゃんもいる。誰パーティーちゃん、ふざけてるやつがいるよ。パーティー、あ、魔王さんだ。あ、魔王、魔王だよ。魔王めっちゃ白いやん、めっちゃ白いやん、ほんじゃ。ね、でも神の可能性あんのか、パーティー。ガミの可能性もある。ガミと いっぱい一緒にいた。リッパーの小屋で二人っきりで召喚してて、まあでもその前にね、まあまあすれ違ってたから。火事の時もあれでも怪しいのって最初の火事の爆弾は火事が怪しい。どこだっけ、どこだっけ、火事の時に爆弾が生まれて、あの、利用店の火事でチッチって鳴り出したと思う。あそこにいた人は怪しい。じゃあリッパーの小屋いた人は大丈夫だと思う。原田テラゾーは3番目4番目にリッパーの小屋に同時に行って、と先にあの紹介1回目終わる前にもう次行こうって移動し始めてたから、そのあたりは畑底にボムはつけらんない。なるほど。でね、なんか利用店、利用店トリピもいた、トリピもいた。音鳴り始めるタイミングが、あの、僕が小屋離れた後ぐらいなんですよね。なんか 3,4 人入ってた時、俺は消した。該当者誰、該当者。フルザムトリ。原田さんがゾロに渡しませんでした。フルザムトリ。原田さんもいた？いやいないいない。原田いない。原田いない。あれ？あれ5人ぐらいいたと思うけどな。誰？声が変わってんのに高い声で喋ってた。多分違うと思う。下行ったら左下側にあったから。左下にいて、なんかボム渡すは渡さないの話してたから逃げてた。あ、誰が？ボマーってこと？ちいかわ、かわいくねえよ。誰がボマーってことは、いないよ、おかしいし。でかかわいくないやろ。でかかわいくない。ふざけんな。何がちいかわ、渡される。どこがちいか、でかかわいいにしろよ。なんだよ、かわいいって言われないでないのか、マオくん。かわいそう。でかかわなほんじゃ。そんな。何これ。うんこ、ああ、うんこ排水しろってこと？ああ、
普通の設定したのに、はいはい、あっ、ログに、うん、そこ便所だよね。タスクやるか、タスク全然やってない。てかここタスク進み遅くない？あ、なにこれ、あ、間違えたかも。え、かなり引き寄せてからやな。はいはいはい、オッケー、よし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 、出れないよ。開いた開いた、あー怖い、霧のロンドン、赤、赤パン、赤ピンク、赤誰だ、あ、ゾノか、ゾノ、ゾノさんや、ゾノゾノだ。うん、あ、死体がどこだっけな、あ、プラザの下にありました。お、やばい、すみません、霧で爆弾を渡されました。あ、霧で今爆弾を渡されました。真後ろいな、普通じゃなくて、真後ろいな、真後ろ、いろいろやられてる。霧で、え、霧で爆弾を渡されて今真後が持ってんの？真後が持ってます。真後ろ、今誰かって言ってたのは真後。誰かって言ってたのは真後。とりあえず今回殺せなくて爆弾もなすりつけないのが原田バケイユかスナザメは絶対無理。原田バケイかスナザメ、うん、はい。あとあの古日記が一番左の工場の中にいたのでそれも無理かな。あ、ありがとう。そう、うん、ってことは工場にってことは七馬さんも、うんうん、ヒラとバケイユかの二人も一緒にいたんで霧の間。え、マオ、お互い視点は俺は白取れる？俺前から現れたけど、マオの見えてないから分からない、タウンスクエアを上から降りてったよね。俺は警察署にずっと捕まってたんだけど誰か見てなかった。7個だっけ。あ、寺蔵さんがあの警察署の前通るときになんかあの、うん、すごい喋っての声聞こえたから出してくれって言ったから寺蔵さんも難しいと思うよ。うん、下から行ってるわ。あ、寺蔵さん無理ってなるとトリッピーは リッパーの小屋です。はい、俺は怪しい位置だけど、美容室で神とすれ違って、ね、その後左側行って、リッパーの小屋の方の上とか行った。プラザだったら俺とすれ違うかもしれないけど、まあ霧だから怪しい。上の方、トリッピーは違うんだよ。マオ、マオ釣った方がいいかも、マオ。なんでしょ、おかしいだろ。爆弾持ってるから。いや、でも、すごいんだから。すごいぞ、すごいぞ。マオ君、すごいけど、マオ君、すごいけど、マオ君、すごいけど、誰かのやつなんで、マオ君入れちゃった。マオ、インポスター、インポスターに渡すんだ、マオ。でか、白川の、一緒に湧くんじゃない、白川。やっぱり、マオ君、私、マオ君に入れてなかった。ごめん、マオ君入れてないから許して、ごめんね。マオさん。なんか BGM が流れ出した。でか白川が大丈夫か、渡せたか。あっ、ゾノ、え、なんで、え、なんでゾノ、ん、いつ渡されたの、え、あれ、え、あ、これ多分ゾノ恋人だ。爆発音とともに目の前でゾノが弾け飛んだからで、マオさん、マオさんボンってなってから多分あー、そういうことなのか。そう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 、そうマオン、うん、そう、キルあのね、マオン君、あのマオ君が私の目の前で爆発しました。ポートこれはもう一回さっき、うわー、渡されるって思ったら目の前で爆発した。そう、さっきの話に戻らないといかんわ。これはさっき白取れてた人、もう一回確認しよう。あとトリッピーさん釣られたから、うん、一応一人落ちたんじゃない。俺視点で難しくて、寺蔵さんも閉じ込められて難しかったっていうのが、うんうん、俺視点7個もそこら辺にいたから。原田に質問なんだけど、原田からなんでバケウカの白が出たのっていう、うん、あ、一緒に最後いたじゃん。あ、そうそう、ね、あの名前出てこなかった、ね、あのスナザメとさんと一緒に酒場から右に歩いてる時に醸造地区あたりで、うん、あの紫がギュッて合流したから一緒にいたのよ、うんうんうん、そうそうそう、で喋ってた。でその時に、うん、最後まで一緒にいて、爆弾があと5秒とかだったってことでしょ、マオ君の。そうだから、さすがマオ君につけて10秒ぐらい一緒にいた僕らは無理ってこと、うん、寺澤君がギリギリつけられたかもぐらい、まあかなり難しいけど、一応やってやらないことはないかな。砂さんしか余ってなくない。7個もね、2人ぐらい白出してくれてて、で俺の閉じ込められた情報もほんまやし、うん、ってなると、あれ、あ、砂さんはハラダから死んでる可能性も考慮しないといけないけど、前の日は絶対何もできない、酒場に一緒にずっといたから。あれ誰だ、あれって爆弾のカウントって何秒ぐらいなの。15秒からかな。10? あ、15秒からかな。トリッピーが1人ガン浮きだったからトリッピー、いや、俺閉じ込められてたよ。どこに、あれ、ごめん、あのさ、このターン死んだの最後ボタン前、このターン死んだのって魔王神だっけ。魔王ゾノ、うんうんうん、魔王ゾノ、そうそう、恋人、ガミさん、
ヤガミは前に死んだよ。で前回死んだ。前回。うんうんうん、あむずいなこれ。ちょっと現状では。おっとちょっと、ね、誰入れたの。ガミさんの容疑者を考えた方が良いのではないのかなと。うん、あそれ前すぎて覚えてないんだが。え原田と一緒にいた時で。うん、覚えてないよ。覚えてねえ。うん。フルザムと、いや、初手のプラスザムさんで、一人は連れてそう、ザムさん怪しいんだけど、あの初手のさ、爆弾魔の容疑がフルザムトリ入ってたからトリッピーだとすごい素直なんだよね。まあ、普通に素直か。へぇ、そうね。これは違う。あれ、原田に質問なんだけどさ、あ、覚えてる。あ、ここかい。あ、ザムさんがお亡くなりになったから見えねえ。うん、ちょ、怖えな。これってどうやって消すんだ。あれ消えてない。あー何箇所か消えてる。そう、火事が何箇所かあって、で消火器を当てる感じかな。今ドア閉まった音かな。これはあ、ここえあ、こういうことか。爆弾渡された。最悪、爆弾あるよ。スナさんに渡された。スナさんに渡された。スナさんに渡されました。ボタン鳴らしました。あ、ナイスボタン。おい、爆弾魔に渡された。爆弾魔絶対スナさんに渡された。あのね、あの多分バキューカが爆弾魔で、あのバキューカに爆弾渡されて、それをそのまま返しました。いや違う、そんなわけない、そんなわけない。どっちかだよね。あの醸造地区で、で、うん、ちょっと正直な話、あの左上の酒場に原田と閉じ込められて、原田から白が出たターンあるじゃないですか。であの日、うん、真央くんに、うん、爆弾は化け床渡せないんだけど、多分ガミさんキルはできたんじゃないのかなっていうふうに化け床渡せ。でもスナさんは今の主張、爆弾渡した人でしょ。矛盾してない。で爆弾渡した人。あ、そうだごめん。あ、そうだスナさん破綻してますよ、スナさん。でもスナさん、それはごめん、爆弾渡すことは絶対できないのよ。酒場にずっと閉じ込められてて。あ、原田ごめん、じゃあスナさんでもないんだ。原田ごめん、今の話は一旦バキューカ、その日怪しいは私の推理ミスでごめんなさい。 でこのターンはもう現行犯なんで、原田多分私視点だとバキューカに並走して渡されたと感じちゃったので、はいはいはい。でそのまま本当は爆弾は誰に渡されたと思う今回。でもバキューカ、いやだからそれはできないんだって。本人も多分じゃあ、お前は誰。じゃあすのさん、僕寺蔵が持ってます。もう死にます。あ、じゃあごめん、渡してそんなことできないよ。その渡して逃げないみたいなことは意味わかんないでしょ。自分が15秒の時にバキューカとほぼ体が並走してずっといたんだよね、うん、バキューカ視点砂ザメ以外ありえる。さっき白取れてたの、そもそも砂ザメさんって。てかバキューカに最後に質問させて、バキューカ的にボン渡せるの砂ザメがいる。いないんだったらドタイコ。いや、砂さんが絶対渡してきたけど。あ、であれば私視点バキューカ。違う、すりつけられた爆弾渡してんだよね。さっき砂ザメさんって白取ってたの。あの原田が白っていう。さっきは取ってたんよね。うん。じゃあ無理じゃん。砂ザメ無理なんで。じゃあ砂ザメさん。バケも取ってたね。原バケで取ってなかった、うん、さっき。だから両方取ってた。取った。じゃあ違う人やん。ってはいたね。誰だやん。で恋人でもない。うん。でも微妙な、あ、まあこれはいいか。ちょっとこのタスク。でもさ。あ。かわいそう。死んじゃった。ああ。かわいそう。あ、ボタン押しちゃった。ああ。ああ。ここなんなん？礼拝堂。なんだこれ。別にサボタージュがこれは閉まってきた。あ、閉まっちゃった。閉まったけどボタンだ。あいよ。七個。ずっとバケユカさんに追っかけられてました。ずっとバケユカさんに追っかけられてました。私その気なんてないのに。七子さんが話しかけても聞いてくんないし、無視するから無視に聞こえてないのかなって思って。恋人みたいなこと言ってるやん。ずっと喋りかけてたのに。ずっと送られつくが追っかけられてました。怖くて七子さん。何なの。裁判所に飛び込んでドア閉まったよその後。あのザボさん見てたでしょ。え、七子さん聞こえないのって言いながらずっと追っかけてんの。フルコンさんと外で見たかもしれない。ひどいよ、無視して逃げるんだもん、うん、いやもう怖くてごめんなさい。もう言葉が出てきませんでした。喉が詰まって。で、あのね、僕視点ごめん、あの砂溜さんから渡された時が11秒とかだったのよ、はあ、だから、うん、砂溜さんは誰かからもらってるからボマーじゃないとは思う。あ、そうなの。砂溜さんはボマーじゃない。そうそうそう、絶対ボマーじゃない。それはね、原化け砂で一緒にいた時に知ってるんだよね。真央君に爆弾渡されたん、ぶっちゃけもうずっといたから砂溜さんとその日。まあでも砂さんは爆弾もらったのに、うん、僕って言い出したから、まあよくわかんない。
あーだまあまあ、もしかしたら仲間内で渡してる可能性はある、うん、あるある、うんうんうん、別のインポスターでもずっとあの酒場で閉じ込められた時原田死んでると思うけどね、あのドア閉まった時に原田白い7個、なるほどね、うん、うん、殺し毒のタイミングだった、まあ、でボムでボムとか恋人で何人か死んでるんじゃないかなとか思うぐらいのキルペースではある、うん、あとフラッティずっとなってなくない、うん、なったっけ、まあ、言うとあと一陣がイメージだけどね、一陣街だと思うな、パーティー高くなったのがマオシーだけでしょ、そう、ね、序盤でボムで死んだか、そうね、うん、うん、恋人で死んだんじゃない一緒に、まあ、トリッピーも普通に純粋に恋人はその、うん、恋人はその、うん、マオゾノだと思う、でゾノがインポスターはありえる、あダックはあの単純にティオさんがパーティーだったんじゃないじゃん、僕視点ボマーはほぼほぼ生き残ってるのかな、ボマーは生き残ってるね、トリッピーつったターンズナダメさんはありえないから関係ないもんね、そう砂さんじゃないから、あれ誰だろう、でもなんか爆床その爆弾が11秒だったっていう情報って今出たよね、その前は言ってなくなかったそんなこと、 あれかボタン残していた方がいいか、ザムさんは右下の方いたからあかんし、原田白い、なんか白い、平か化け、平化けぐらいしかないけどな、タスクちゃんとやるか、ここなんか結構タスクちゃんとやらんと終わらんな、お客さんなんだこれ何してんの、いいだよもうそろそろ帰んないと奥さん心配してるよ、あー閉店だね、まだやってんの、ちょ RP させろよ大通りの T 字路のど真ん中で何が死んでたんだね、あエグザムさんか、あザムさんだわ、そうでヒラ君がそのところでテンパってた、うん、テンパってた、そうね、あの俺マップ見てた時に、うん、原田さんが通報してたから、あれ俺やっちゃったみたいな感じだった、びっくりした、いやバケヒラのまんまやな、7個クソしろ、7フル酒場に残ってるんで多分2人とも無理じゃないですか、さっきで書かれないとか、でちょっと、まあ、原田さんは僕浮いてる、僕浮いてる、バケユカヒラ君のどっちかがだけど、原田視点どうなの、ヒラ君わかんないんだよね、ちょっと待って、俺はキルしてないよ、あのマップ見せただけだから、霧の中でで、あの関係ない話なんだけど、ザムさんが遺言で死ぬ前に、死ぬ前っていうか、あの僕と別れる前に最初会った時に、フルコンさんが怪しいなって言ってました、いやでも俺は白いよ、うん、じゃあまあ今回も白いし白を取り合ってたん、まあ、あってボマーだと思う、バケかヒラどっちかは釣りたいな、少なくともこの5人のうちに、なるほどね、うん、どっちか投票してほしい今日は、バケかヒラかどっちか行くんだったら、バケスナローラーの択だったから、うん、バケユカから釣りが正しい、そうそう、であとねバケユカがその、うん、あと11秒だったんだよねっていうのスナさんが死んでから言ってなかった、その爆弾の秒数情報、あいやでもすりつけられたっていうのはもう事前に言ってたよ、うん、あそれは言ってた、でだけど、うん、なんか砂さんがボマーカーのような言いようやった気がしたよね最初は、あいやねそごめん、うん、そんなつもりじゃなかったんやけど、うん、そう思ったな、俺にはそう聞こえちゃったから、で後から訂正したようにちょっと聞こえちゃった、了解、了解です、うん、頑張って、バケリンまで釣り切るのか、ジャッジもね、黙っあと一体いるんだよな。ああお前だろ。お前だろじゃあ。何の話だい？うん。ぐるっと回って、俺まだボタン鳴らしてない。誰か消してくれ、誰か消してくれ、誰か消してくれ、あとはよっしゃ鳴らせた、ナイス消火、僕は連打してました、でまあ平っちかな俺目線は、もうじゃないですってことは、うん、なんか奈々子さんに残り1秒の爆弾渡されたんだけど、最後残り3秒ぐらい俺はリッパーの小屋で火直してたから俺じゃないよ、あ爆弾も残ってんの、ね、でも残り1秒の爆弾渡されたってことは奈々子発信じゃないっしょで、あそっ、奈々子さんって爆弾持ってんの、
持ってない。最後あのもう一回渡しただから七子さん残り一部で死ぬと思うよ。ちょっと待ってやめてください。これやめてください。直キルできたバキューカとヒラ両方インポスターやったんじゃないこれ。あガダック？いや俺じゃない俺じゃない俺は違うよ。直キルできなくない爆弾魔って。そもそもあでもえ残り1秒の爆弾を渡された。あれ？確かにヒラと最初に3秒ぐらい3秒ぐらいだった。えでもその前に渡されてたのかな。俺湧いて1秒で。俺湧いて1秒で誰か来ると一緒に爆死したら負けの卓になるけれども。そうなのよ、もう投票するしかないよ ね、 そうね、投票するしかないよ、うん、でも、うん、俺ではないのよ。でもその1秒の爆弾って何？それ前の会議から発生してた。いやそんなことはないな、今回はね絶対。いや結構時間経ってるからあの、ね、そう、うん、今回絶対サボタージも入ってて、うん、あだから2人残ってバキューカはダックで自家キルした人で死体残ってて通報。ちょっとあの爆死すんの嫌なんで、なんかあれ割れるんだったら7個釣りにするか、あのスキップよりかは7かヒラか。じゃあ7個釣りかな。俺ヒラッチ、ヒラッチ、俺はヒラいきます。7個さん7個序盤から白いからな、結構白出してくれてたり。あマジ割れる。うわ終わる終わる終わるこれどうどうか。あらまあえあー嘘。あー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 あらまあえまだある、爆弾ある、爆弾持ってる、爆弾ある。なんで持ってんのまだ、え？おかしいじゃん。ああしかもこれ通報できないの強い、通報できないの強い。まずい、どうしよう。あ終わったじゃんっていうかもう俺勝ち筋ないよ。あと2人、あれ堂々とダックじゃね、ねえ俺もうタスクやる無理やろほらあ、どうどうだよ、どうどうだ、イエーイ、バケルさんナイス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 。いやそうやんな、二人ともそうやんな、どうどう生き残るな。そう、どうどう残ってたか、くそどうや、地獄でしかなかった。そうや、地獄だった。ナナコマジかわいそう。ナナコごめん。マオデカシロカワやったのにインポスターやったんか。そう。デカシロカワ。恋人で死んだらおもろすぎるやろ。全部のおもちゃにされて終わった。あのさ、実は俺間違えてマオくんに爆弾渡しちゃったんだけど、まあそれが良かったね。うん。爆殺できてよかった。ああそうなんだ。間違えたのか。間違えた。いやでもあのインポスターに渡して誰かになすりつけて白取ってもらおうと思ってたんだけど、あそれは強い、ね、まさかのマオくんが普通に死んじゃって。ね、いやマオが下手だって言いたいのか。よかったキャラコンの問題ですか。それはノーコメントや。ただ下手なだけなのバレるの。確かにテンパってキャラコンは悪かった。